はい、皆さん、毎度毎度。一番強い血をさ、使いこなそうと思ったら、まず放置タイムを、2分くらい ?2、3分もちろんつけ巻きだけどね。で、毛先の痛みがそこそこの場合ね。あんまり痛んでると、やっぱり毛先かかりすぎちゃうかんね。もうさ、なんかのさ、通販番組みたいにさ、同じことを何回も何回も繰り返すね、うちはね。まあいいんだよ、ネタがねえんだからよ。深夜の通販番組なんかまさにそれでしょ同じこと何回も何回もさ、繰り返すってか放映してね。 ま、ビヨ業のパーマだけどさ、それほど奥が深くないからね、ネタっつうのがないよね。だからもっとさ、ケミカルかなんかやってるさ、ケミカルオタクみたいな話するとね、話が切れなくなってくんだろうね。ま、あそういうのが好きな人は好きだよね。うちはそういうのね、めんどくさいからやんないからね。めんどくさくてやんない人はね、うちの動画見てね。<laughs> うちの考えはね、パーマはね、もっと簡単に、もっとシンプルに。余計なことすっから失敗すんだよ、みたいにね。 パーマね、考えれば考えるほど失敗するよ。考えねえ方がね、かえって失敗しねえよ。ダンデる人が来て、パーマかけたい。ねえ、かからないんじゃないんで、もうすぐかかるんだからさ、薬つけてすぐに息つけちゃえばいいんだよ。理屈じゃ、理屈の通りでいいんだよ。そりゃあ、でもね、こうでもねってさ、考えてさ、やるとかえってさ、チリチリがチリチリ呼んでさ、傷んでんのにさ、時間置いてどうすんのってことになっちゃうからね。まあでもね、一番強い血をさ、今これ、使い出したじゃない で、一回はいいんだよね。二度目、三度目がどうなるかね。とにかくね、タイムをね、二、三分で早くしてれば大丈夫なように気すんだ。今のところ経験だと。で、あまり細めは使わない とりあえず、襟足の 3mm はやめた方がいいね。4mm?5mm? ちょっとこれはまだわからない。だけど今回かけた感じだと 3mm のところがちょっとチりついてたね。細めで巻いたとこはね。上のさ、8mm で巻いたとこはそうでもないんだよ。7ミリのとこもそうでもないんだよ。考えてみたらこちらの人さ、トップはさ、今まで 6mm で巻いてたよね。ホースの2の上から2番目のチヨだね。あれ使ってるときはね。まあ、どこのメーカーのね、パーマ液でもね、一番強いチヨと2番目のチヨってあると思うんだよね。 一番強い中っていうのはやっぱりカーリー用。まあしっかりかかるパーマと。で、二番目っていうのはたいブロー用で、ちょっとマイルドな設定になってるよね。まあうちはね、今ロレアルのね、リルシア,アドバンス中心に使ってるからね、他のメーカーのね、薬がちょっとわかんないけどね。まあロレアルのね、リルシアはね、普通だからいいね、普通だから。小さいメーカーになるとね、普通なものを売るとさ、売れないから、 なんかちょっとね、普通じゃなくしてくる場合があるんだよね。と、その普通じゃない部分が良かったり悪かったりするから、これちょっと注意かな。うん、使ってみるとわかんないけどね。はい、お疲れ様でした。